はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ジェイソン・ステイサムです。さあ本日なんですが、合体魔人将来という最強のスキルを皆さんご存知でしょうか。最強スキル、めちゃくちゃ最強スキル、デュエル開始時に、自分のライフポイント500にし、さらに初期手札がゲートガーディアンを1枚にすることによって、自分のフィールド上に3が2がヒューが3体が呼び出された状態でデュエルが開始されるっていうマジで最強スキルなんですよ。このスキルで呼び出されたモンスターはフィールド上にモデが表示で存在する限り攻撃と効果の発動ができないよっていう、まあ、そういうね、スキルになっているんですけれども、これ悪用方法をですね思いつきましたという、まあ思いついたっていうか、まあうちの幹部会のメンバーからね、リュウさんすげえデッキできましたということで、まあ、送りつけられてきたっていう、そういうデッキなんですけども、これね、レベル7なんですよ。ヒューガ君とサンガさんとスーガさんはこれレベル7なんですよ。でね、絶対レベル7が、フィールド上に3体並んでるわけですよ。つまりですね、今回の新パックで登場しました最強モンスターである幻想の黒魔導士、これね、絶対出せます。なんでかっていうと、絶対レベル7モンスター3体いるんで。で、やばいのはこれ、要は3体のモンスターを使って、幻想の魔導士を出してで、ブラックマーシャーもう1回出してきて、で7ならもう1回できるんで、幻想の黒魔導士が2体出るんですよ、このスキルで。ブラックマジシャンになるんで、その幻想の黒魔導士、幻想の黒魔導士、ブラックマジシャンっていう盤面になるんですね、最終的に。その、水マシン、風マシン、雷マシン、全部が合体して、ゲートガーディアンじゃなくて普通に黒魔導士、黒魔導士、ブラマジっていう、意味わからん盤面になるっていう。これが結構強くて、これなんでかっていうと、幻想の黒魔導士が通常の魔法使いモンスターが攻撃する、攻撃宣言時に相手のカードを1枚除外できるっていう効果があるんで、魔法カード、モンスター、トラップ何でも1枚除外できるんですよ。これが結構強くてですね、意外とワンキルが決まるっていう。あ、ちなみに先行はマジで何もやることないんで、このデッキマジで全員を守備表示にしてターン終了しかないです、やることは。なんですけど、今回もうデッキ構築見てもらったら本当意味わかんないこと起きてるんですけど、バック除去も全部入れるっていう、その例えばサイクロンとか、まあ、玉光とかね、ナイトショットとか、こういうカードを、まあ、ガンズにして相手のバックをなんとか抑えてモンスターを、車同士でしょってワンキルしていくっていう、そういうねコンセプトのデッキになってます。意外と決まります。めちゃくちゃふざけてると思うじゃん。意外と決まるんですよこれで、まあ、一応モンスター除去も魔法のトラップカードを除去するのにもどっちにも使えるエキセントリックレーモンっていう革命児がね出れましたんでさ、新パックで。なんでこれをガン詰めして、まあ、これサイクロンにもなれるし、ならず者傭兵部隊にもなれるんで、厄介なモンスターがいるんだったらエキセントリックレーモンでしょってもいいし、何魔法トラップだったら普通にペンデラムスケールにセッティングして割ればいいんで、召喚権余りますんでね、このデッキ召喚権割きませんのでモンスターに。はい、というわけで早速ね、この謎意味不明ワンキロデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ、いざ勝負。これいきなりさ、いざ勝負とか言っていきなりライフ500になってるのめっちゃ笑うわ。僕に勝つつもりですか。いきなりライフ500、随分と甘く見られたものですね。はい、一応まあ高校取ったんでワンチャンですね。あー、バビロン、なるほど。オーパーセッキー、チシカルプレゼント、なるほど。チシカルのプレゼントで、アステラマスコーレムを特殊召喚的やつ、はい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 、いいでしょう。で、あー強いですね。で、クリスタルスカール効果で、ネブラディスクで、ネブラディスク召喚して、ネブラディスク効果で持ってくるオーパーズモンスター、はいはい、モンスターじゃねえカードか、オーパーズカード持ってくる。ピラミッドアイタブレット、なるほど。ピラミッドアイタブレット発動を、はい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 、なるほど。あー、なるほどなるほど。じゃあね勝ちだね。幻想の黒魔導士特殊召喚、幻想の黒魔導士の効果発動、オーバーレイユニットを使うとブラックマジシャンを1体デッキから呼び出すことができるぜ。そしてレベル7のモンスターが2体でオーバーレイエクシーズ召喚、2体目の幻想の黒魔導士、そして幻想の黒魔導士の効果発動、幻想の黒魔導士の効果によってオーバーレイユニットを1つ使い、さらに再びブラックマジシャンを呼び出すことができるぜ。はい、そしてポルターガイストを発動、
ホルターガイストの効果によって相手のピラミッドアイタブレットを強打に戻す。よーし、バトルベイズ、ブラックマジシャンでアタック、ブラックマジック、そして幻想の黒魔導士の効果発動。相手のフィールドのカードを1枚選択し、ゲームから除外していく。おらー、これが新たなる合体マジン将来デッキだ。おい、合体しろよ。おい、合体しろよ。さあ、お相手の方、海馬くん。なるほど、正眼ですね。相手にとって不足ありません。相手にとって不足はありません。言うてね、あのバック除去すごいいっぱい入ってるんですよね、このデッキ。なんで、まあなんとかなるとは思います。はいはいはい、セットセットいいでしょう。で、あ、清掃強いですね。清掃強い。清掃勝ったかな。清掃は僕の勝ちかな。レベル7のモンスターじゃないで、オーバーレイエクシーズ召喚ならば、前奏のクロマ同士をエクシーズ召喚、インガ切断。ほう、あ、じゃあやりね、槍投げてく、槍投げてく。で、これで相手の魔法トラップカードの効果受けない。で、幻想のクロマ同士効果発動、オーバーリミットを一つ使ってブラックマジシャンを特殊召喚ならば。昔さ、あの三つ星効果っていう最強スキルでブラックマジシャン使いましたね、迷宮兄弟。結局こいつってさ、無限に迷宮兄弟ってブラックマジシャン使いこなしていったんだろうと思って。で、幻想のクロマ同士の効果発動、さらにブラックマジシャンをデッキから特殊召喚。いくぜ、バトルフェイス。クロマ同士で攻撃、ブラックマジック、えい。強っ、このデッキ強っ。そこそこ高校ワンキで決まるんだな。残念だったな。さあ、お相手の方は早速始めましょう。ファンサービスさんね、よろしくお願いします。デュエル3倍トークと味わってくる。俺は魔法カード、はい、コンドーレンストレットでいいでしょう。コンドーレンストレットで愚かな魔術を押していく。で、ネクロドールさんね、はい、OK です。ネクロドールさん OK で、サクリファイスパペットいいでしょう。サクリファイスパペット効果で、これこのスキルも大概ぶっ壊れてますよね。なんか愚かな埋葬してカード生成して手札変ないって意味わかんないですよね。そこそこ、これ絶対おかしいですよね。このスキルちょっと頭おかしいんで、アタオカスキルなんだよな。アタオカスキルランチングで言うと結構上の方に来るよね。ああ、ボムエッグ、誰やねんお前、誰やねんもんさっきは。やばいやばいやばい、死ぬ。ギガンテストール、やめてちょっと待ってひどいよひどいよひどいよ、嘘嘘だ嘘だよ、こんなファンサービス求めてないよ俺、こんなファンサービス求めてないよ、おかしいよこれ。